ウィングアリーナカリアは、愛知県カリア市築地町にある私立体育館。カリア市総合運動公園内にある。バスケットボール、フットサル、ハンドボール等の大会などに利用されている。第1回アリーナオブザイヤー受賞。B リーグのシーホースミカは、W リーグの伝送アイリスと、トヨタ防食サンシャインラビッツのホームアリーナである。カリア市には、 日本ハンドボールリーグのトヨタ社体ブレイブキングスが本拠地を置いており、日本ハンドボールリーグの試合が開催されることもある。2007年に竣工し、同年9月22日には JBL チャレンジカップ2007のシーホース v s OSG フェニックス東三河戦がコケラ落としとなった。2014年6月11日には一般社団法人アリーナスポーツ協議会の 1> 第1回アリーナ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。バレーボール、フットサル、バスケットボールのトップリーグ選手1258人によるアンケートにより全国に約300ある施設の中から選出された。選手アンケートの今シーズン一番プレイしやすかったアリーナでは3位、今まででプレイした中で一番好きなアリーナでは6位となり観客関連項目や交通アクセスなどでも 高評価を得た。2016年4月22日から24日には、フットサル日本代表の国際親善試合が開催され、フットサルベトナム代表や、フットサルウズベキスタン代表と対戦した。2017年7月8日9日には、バスケットボール女子日本代表の総行試合である、三井不動産カップが開催された。自動車鉄道バス、ありがとうございます。